ございます。 TLS の佐藤愛です。そして鬼活へようこそ。鬼活が何かわからない人のために、いきなりインスタを見てたらなんかライブが始まって見に来たよという人のために、鬼活というのは TLS の佐藤愛、私通称鬼の愛が行っている、朝一緒に勉強しようのコーナーなので、短くして鬼活となっております。そしてこれはね、毎週15日に行ってるんですが、今回が初めて土曜日に当たりましたね。今日のテーマはですね、こちら。こちらが安定しない時のヒントということで、ネバーエンディングな骨盤周りの注意について、どうやったら攻略できるのかということを考えていきたいと思います。骨盤周りの注意って結構レッスンでいっぱいされません？お腹入れて、お尻入れて、骨盤立てて、骨盤の前の三角形が、座骨がとか、腰骨がとか、いろいろありますよね、ああいうやつ。多分全部同じようなね、骨盤エリアっていうの、下っ腹エリアっていうのを見ているかと思われるから、お尻も含めて。ほら、骨盤の後ろ側がお尻で、骨盤の前っておへその下になるから下っ腹のエリアになるじゃない。今日お話ししていくのは、先ほどもお話ししたように骨盤周りの安定ということなので、骨と筋肉についてになりますね。骨っていうのはもちろん骨盤の骨っていうことで、筋肉っていうのは先ほどちょっと言ってたけど、お尻とかお腹とかそのエリアにある筋肉。まずは復習として、骨のお仕事というのと筋肉のお仕事というのを見ていきましょう。一つ目、骨のお仕事。骨のお仕事というのは、ここで言う骨っていうのは1個の骨じゃなくて全部、骨全体ってことね。骨格、骨っていうこと。これのお仕事っていうのは体を支えるっていうことと、あと脳とか内臓とかの保護をするということで、ライブビデオの中でも話しました、サポートとプロテクト。この2つが大きな仕事になってます。で、骨がないと体をニャンって倒れちゃうから、体をね、支えるための、柱になっているわけですし、内臓だったりとか脳みそだったりとか頭蓋骨や肋骨みたいに、そして今日お話しする骨盤みたいに、そういう体の中の大事なものだけど柔らかいものを守るための入れ物になったりとか、あと盾になってくれる子たちになってるんですね。だから骨はとっても大事です。その他に骨の仕事ってたくさんあるんですよ。これが第2で大きいやつなんだけれども、その中には例えば血液、これ切れちゃってね、ごめんね、血液を作るとか、カルシウムとかね、骨土とか骨密度とか聞いたことあると思うんだけど、そういうミネラル系のものを体の中に溜めとくときには骨の中に入れておきます。だからラクダのコブみたいにタンクにもなってくれてるし、物を作るのにもやってるし、お仕事たくさんあるんですよ。骨がなかったら人間生きてきません。グニャンってなっちゃうだけじゃなくて、体に必要なものがなくなっちゃうってことなんで、骨はとっても大事なんです。ダンサーよく骨怪我しますけど、怪我しないでほしいです、本当はね。次、筋肉の仕事。筋肉っていうのは3種類の筋肉種類みたいなのがあったの覚えてます？バレエ解剖学でお話ししていくのは骨格筋の話でしたね。で、骨格筋っていうのは名前通り骨を動かすっていうことなんで、骨を動かすのがこの子たちのお仕事で、その他には筋肉っていうのは水分を貯めてくれたり、免疫力をアップしてくれたり、ホルモンを作ったりとか、骨の時みたいにね、いろんなお仕事があります。骨、ただの棒、筋肉動かすものだけじゃなくって、人間が生活していくためにはそれらってね、とっても大事なんですよ。だからいろんなものを作ってくれたりとか、体を温めてくれたり、筋肉ね、熱量を作るところでもある。熱量って言って通じる、食べる方の熱量じゃなくてヒートを作ってくれる方でもあるので、だからウォームアップで体を温めるためには筋肉を使うっていう風になってるじゃない。すごくすごくこの2つ大事だけど、だけどとっても甘く見られる。なんかそれ以外のことが大事みたいに思われちゃってるんだけど、この2つは体のベースとなっておりますので、とっても大事です。さあ、ピンクの髪は前回とか過去のセミナーじゃない、これはライブの資料の復習なんですが、ケルタルマッスルって言われるやつは骨にくっついてて体を動かすときに使うものです。その他には心筋とか平滑筋とか、心臓も筋肉ですし、内臓も筋肉になっています。で、この子たちはね、私たちがよし心臓を動け、毎回動け、ちゃんとこの音で動けっていう風に言わなくても勝手に動いてくれるもので、私たちがコントロールできるもの、自分でコントロールできるものっていうのは骨格筋でしたね。ただ食事とかのことを勉強している人、ふみさんとかだと、こちらの方ね、お腹の筋肉、内臓系も筋肉なので、ちゃんと食事をとってないとその筋肉が衰えてしまうなんていうこともお話ししてたりしますよね。
すべて筋肉で自分が動かせるものと自分じゃ動かせないものがあって、どちらにしても大事ですが、まあバレエ解剖学っていうと、バレエの動きで使える解剖学を勉強するということで、うん、骨格筋のことにフォーカスをしていきます。筋肉、骨を動かすことっていうのがお仕事、骨格筋のお仕事としてみたら、動かすときっていうのは3つの収縮の仕方があったのを覚えておりますでしょうか。短縮性のものもあれば、伸長のものもあれば、等尺性のものもあります。なんだそれと思った人、短縮性っていうのが筋肉の繊維が短くなって働くもの、長くなりながら働くもの、次のやつね、2つ目のやつ。伸長性というのは、私が例えばうってしてて、誰かがこっちをうーんって引っ張っていたとしたら、その時の動き、ブレーキの役目をしてくれるっていうような使い方。最後にあった等尺性っていうのは、プランクのエクササイズのように一箇所に止まっていて、周りから見ると筋肉の動き、長さが変わったりとか体が動いたりとか見えないけれども、重力に対して体が働いてくれている。短くなったり長くなったり同じ長さだったりするけれども、収縮しながら体、骨を動かしてくれています。 OK、 どれが一番大事ですとかじゃなくて、この3つが一緒にうまい代わりに働いていて、体っていうのが動けます。例えばデベロップ出番で言うと、足を上げてくるときがこっちになってきて、お腹の方が短くなってきて足を前に上げるけれども、上げてキープしているときは等尺性になるし、上げて足をゆっくり下ろしてくるときは、さっきのお腹の部分が縮んだままだと足そのままになっちゃうじゃない。だから長く伸びながらだけどベロンって脱力するのではなくて、5番に戻ってくるということで、1個の動きの中にもね、こんなにたくさんの収縮っていうのが実は入ってるんですね。なのでエクササイズとか、おバレエの子たちがコンディショニングのためにエクササイズするときは、これら全部使えるようになってないといけません。短くするだけとか、同じ長さのままだけとかではなくって、いろんな使い方を筋肉の中でね、やっていけないと、踊りの中ではいろんな形で体を使うので、効果が見えなくなっちゃうんですよ。よく質問とかで、エクササイズしてるんですけど、効果が出ませんなんていうことを聞くと、うん、どんなエクササイズを、どういう形で筋肉を使ってんのかな。エクササイズ自体のスピードだったりとかね、やり方だったりとか、ホールドしとく長さとか、さっきお話ししたように、によって変わってきちゃうというのも、ちょっと頭に入れといてください。なんでこれが骨盤に影響するかっていうのは後で出てくるので、もうちょっと待っててくださいね。骨盤っていうのはこいつらでしたね。これは成人男性と成人女性の骨盤です。子供の骨盤の形はこういう形ではありません。ブログの方にレントゲンも載せてますし、気になる人は幼児骨盤とか、なんかキーワードで Google 検索のイメージで出てくるかもしれませんが、成人の場合、骨が固まって骨化が全部終了しているということで、このような形になっています。女性と男性で形が違う、女性と男性で体の形が少し違うのが分かりますね。でも骨の数が変わったりとかっていうわけじゃないよ。だからちょっと形が違う、なぜかって言ったら機能が違うからです。今日のお話である骨盤を安定させるというときは、骨盤という骨、今見た塊を筋肉で安定させるということで、筋肉っていうのは今勉強したように骨格筋のこと、安定させるときには多分その3つの中の収縮がどれか働いてるんではないかなというふうに思いながら、この先に進んでいきたいと思います。安定ってさ、何かって考えたことあります？踊りを安定させたりとか、テクニックを安定させたりだとか、骨盤、背中、背骨、軸足、なんでもいいんだけど、もう安定させるっていう言葉をね、レッスン中によく使われると思うんですよ、バレエの人たちは。安定っていうのの前に、固定。この言葉をね、ちょっと見ておいてくれます。フィクセーション、固定。一定の位置や状態にあって、動かないこと。または動かないようにすることってことだね。これが固定で、今お話ししてる安定っていうのはこちら、ステビリティ、激しい変化がなく物事が落ち着いた状態にあること。多少の変化を与えても元の状態に戻ろう、もしくは元の状態を保とうとする性質ということで、骨盤安定、テクニック安定とかってお話しする前に、この2つ、固定と安定は違うものだということは皆さんの頭に入れておかなければいけません。固定と安定は
英語の単語でも書いたようにフィクセーションとステビリティということで全く違うものを指してますし、ある意味結構反対のところにある言葉、似た同義語ではないっていうのも見えてくれると嬉しいです。片方は動かないように固めておくこと、もう片方の方は激しい動きがないように、もしくは動いても元のところに戻ってくること。で、今日のテーマっていうのはこちらの方で、安定、動いちゃダメとはどこにも書いてなくて、ただ元の位置に戻ってこようとする力があるということ、これがキーになってきます。 OK かな。ということで、骨盤を安定するということは、先ほども見た骨盤という骨の塊を筋肉で安定させるんだけれども、それっていうのは固めることじゃなくて、元の位置が分かった上で動いていいこと。 OK、 通じた？固めるじゃない、一箇所にホールドしとけばいいじゃない、じゃなくって元の位置ね、戻ってくる場所っていうのが分かってなきゃいけないし、そこにいる時もあるんだけれども、いろんなところに動いててそこに戻ってこられる、必要であれば戻ってくれる、もしくは動きが最小限でそこに戻ってくるっていう感じ、これが安定です。だから安定っていうのは固定に近く見えちゃう時もあるかもしれないけれども、動き続けているものではあるんですよ。重力に対して負けないようにしてるのかもしれないし、引っ張られる動きに対して戻ってくるのかもしれないし、動いていいところはあるけれども元の位置に戻ってくるだとか、動かなくていい時はその場所にいるだとか、そういうこと。つまり結構フリーな感じなんだよね、固定、フィクセーション、ここっていう感じではなくてね。うん、これ通じたかな。じゃあ骨盤が元の位置にいるっていうのはどういうことか。これは骨盤のプレイスメントで、もうすでに私たち勉強してますよね。復習したい人はぜひそっちを見て、タック、ダック、そして白黒パンダみたいな、ダックダック混合型がいるよっていう話をしましたよね。で、具体的に見るとすると、骨盤の正しい位置、もしくは元の位置、白紙に戻ったところっていうのは、骨盤の前の三角形が地面に垂直だとか、座骨が地面の方を向いてるとか、肋骨、頭蓋骨、骨盤の骨の塊が一直線に並んでることなんていう風に見ることができますね。骨盤の前の三角形って皆さんもう分かりますよね。三角形を手で作って、手のひらのところが骨盤の前のところに出っ張ってる骨に触ると、手の指先のところが恥骨に触れるはずですから、それ骨盤の前のエリアが分かる。で、これが地面に対して垂直とか、両手バーだったら両手バーのバーの方にっていうか、パラレルになる、片手バーだったら直角になるとかっていう風に、自分でどこにいるかを確認することができる方法ですね。ほら、座骨もいいんだけど、座骨ってお尻の方じゃない、だから毎回こうプレパレーションするたんびに自分のお尻触ってるとちょっと変かなと思うので、こう下を見てね、見られる骨盤の前の三角形の方がいいんじゃないかなという風には思います。ここで言ってるのは骨の話であって筋肉の形ではありません。どれだけお尻が出っ張ってるとか、どれだけお腹が出てるとか、そういうことではないです。筋肉のサイズっていうのは、筋肉の力を抜いてよう、似てるときと筋肉の力をうんって入れてるときに変わるでしょ。だから同じ場所にあっても筋肉の形、見た目で見ちゃうと筋肉の収縮具合によって形が変わって見えちゃうわけです。骨は収縮しないから。だから骨の方を見るようにしてくださいね。体の正しい位置を確認するには、筋肉、体の外側、ラインではなくて骨を見る。 OK?では、よいしょ。ここからですよ。骨盤が安定しないとき、レッスンでは何を考えたらいいのか。これが今日のテーマだったからね、ここにお話を持っていきたいと思います。まずは、白紙の状態である骨盤のプレイスメントを理解すること。結局ね、結局ここに戻ってくるんですよね。すべてにおいて。バレエが立って、重力に反して、自分の意思で体を動かすものであったら、スポーツとかもそうなんだけれどさ、床で溶けてますとか、誰かが足持ってくれてますだとか、そういうことではなくって、私の意思で私の手足を動かすっていうこと、そして床に溶けてるではないっていうことを考えると、まずはちゃんと立てよっていうところに来るわけね。で、確かに踊ってる時にまっすぐそのまま直立不動なわけはないが、人間としてまっすぐに立てるっていうのが分かんなかったら、まっすぐに戻ってくることはできないよね。だよね。だからそこがすごく大事になってきます。
いつも言ってんじゃんって感じだけれども、いつも言われてることには意味があるんです。そして、固定しよう。ここに置かなきゃ。ここに固めなきゃ。三角形絶対ここ。じゃなくて、安定させようって、レッスンの中で考えてみてください。エクササイズもそうだし、バレエのレッスンでもそうなんだけれども、骨盤をここ、固める、ギュッてしてしまうと、無駄にお尻の緊張とか、お腹の緊張とか、肩に力が入っちゃう人とか、いろいろ出てくるじゃない。固定と安定は違うということをしっかりと頭に入れて、その言葉が、持ってくるイメージっていうのがあるでしょ。で、この鬼活シリーズでは私いろんなところで言葉の話をするんだけれども、なぜかっていうと、脳で考えてること。例えば固定っていうイメージ、もしくは安定っていうイメージ。これが、こうですっていう考えがあって、その子たちの指令を体に出して、先生に言われたことの注意を直そうとするわけじゃない。つま先伸ばしてって言われたら、つま先伸ばすっていう自分の中の意識があって、理解があって、それに対して動こうとするよね。なのでね、その最初にここの部分、自分が理解できてることが間違ってると、間違った指令しか出ないの。お腹入れてって言われて、お腹をタックする癖がある。お腹はタックできない。でも言ってることはわかる。お腹入れてって言うと骨盤が動いてしまって腰が丸まってしまうという練習をしてきてる子であると、先生にいくら正しい注意をされてたとしても、動きが結果としてタックになってしまって安定はしないから、今度はお腹が出てるじゃない、使ってないじゃない、軸が弱いじゃないなんていう風に言われてね、ネバーエンディングな骨盤の注意になってしまうわけ。正しい理解が、イメージがここでできて、ここできてもこっちに行かないことはあるけれども、まずはここでしようよ。で、その時に大事になってくるのが言葉の持つイメージなんで、自分の中で固定、ここになっちゃダメ、ここに固めなきゃ、じゃなくて、安定、戻ってこようとか、少し動いてもまた元の位置に戻ってこよう。少し動いても、たくさん動いても、だって足高く上げるって骨盤動くからね。でしても、元に戻ってくるっていうのができて、軸の上に乗ってるっていう安定が、1番ポジションから5番にしたらもちろん骨盤動くからさ、片足になるってわけだからね。両足1番で立ってるときは、かかとの上に骨盤でしょ？ 5 番で立ってるときは、かかとの上に骨盤じゃないから、だって足の真ん中に来るので。ね。だから、1番からルルベしました、5番に集めましたよ、で、トールネしました、5番に戻ってきて、スライドして1番に戻りますっていう振り付けがあったとしたならば、骨盤は動いてるんだよね。一箇所で固定じゃなくて、ルルベの分の高さもできるし、で、トールネで方向も変わるし、両足から片足に動くっていう時に、軸の足の上に、ボールのところに乗っかるっていう動きも出る。でもそれを安定させてやりたいわけだ。どういうことかっていうと、変なところに行かないとか、無駄に動きすぎないだとか、タックやダックに入らないだとか、そういうことで動いてるけど、安定して動いてるっていうこと。これ、理解してあげてくださいませ。で、大事なところ、特に初心者の場合は、プレパレーションとフィニッシュで、ごめん。ここで言う初心者っていうのは、バレエ解剖学初心者ってことであって、別にバレエの初心者って言ってるわけじゃない。すっげえ踊ってる人でも、こういう話を今までしてきてなかったら、ここから考えてください。プレパレーションとフィニッシュで正しい骨盤の位置になっているのかを確認しましょう。特にバー。バーだったらほとんどの場合、両足フラットのポジションに戻ってくると思うのね。終わりのポジションがアラベスクで終わんなかったら。バランスを例えばアチチュールで取りました、アロンジしましたっていう振り付けだったとしても5番で終わるところまでが振り付けじゃない？音がなくなってたとしてもよ。覚えてますか？そこ大丈夫ですよね。時々バランス取ることにふわふわワクワクしちゃって、バランス取ってバタバタンって終わっちゃう子たち。で、しかも自分の中でバランス取れたと思ってるからすごいドヤ顔で踊ってるっていう。いやいやいや、ちゃんと5番に戻ってくるところまでやってくださいよっていう人がいるんですが、そのね、スタートとフィニッシュ、プレパレーションのところでは骨盤を確認する時間がありますので、ぜひそれを使ってください。センターになるとね、振り付けの中で例えば、黒技の後ろデリエールのポジションから始まって、シェネシェネシェネアラベスクで終わるっていうようなね、流れの時があるかもしれないので、そうすると骨盤が鏡に対してまっすぐとかっていうのは確認できないかもしれないけれども、プチアレグロとかセンター、ただただシャンジュマンとかって時は、センターアンファスを向いてると思うので、そこでも確認できると思います。で、お尻とお腹使いますよ。使っていいです。ここであえてお尻とお腹ひらがなで書いていて、外旋の筋とか腹横筋とか言っていないのは、それだけじゃなくて全部そこら辺の筋肉全部使うから、腹筋群だけじゃなくって腸腰筋だって必要だし、腸骨筋だって必要だし、
足についてる筋肉だって必要だよね。だって骨盤にくっついてるからさ。大丈夫そう？ ハムストリングみんなが伸ばすの大好き。あいつ座骨から始まってるし。ねえ。だからお尻だけが大事なわけではない。お腹だけが大事なわけではない。そのセクションにある筋肉が前も後ろも横も中も。その子たちが一緒に働いてくれて安定定理を作っているから、お尻とお腹っていうふうに言わせてね。筋肉の名前じゃなくて。で、教師のためのバレエ解剖学講座をしてる人たちは分かるね。何のこと指してるのか。分かんなかったら復習してくれよ。で、そこを使うんだよ。使っていいし、使わなきゃいけないんだけれども、固めてないかは確認してください。筋肉100%ギュッ。必要な時ももちろんありますよ。ただね、普通に立ってる時、両足だったら多分そんなにギュッてしなくても大丈夫だと思う。使っていいよ。ただ自分の中で、ヒュッ。で、固める、短くするだけになっていたら、ぜひまた考え方を変えていただけますでしょうか。だってね、筋肉の収縮って3種類あるって最初にもお話ししたよね。だから、デベロッペの時でもこういうの全部通らなきゃいけないっていうのを考えると、筋肉使いましょうイコール固めましょうじゃないっていうのもお忘れなく。OK？ じゃあ、無意識でいいかって言ったらそういうわけじゃないからね。ただ、バレエダンサーの中には、オールオーナッシングっていうの、0か100みたいな人がいて、筋肉0、全く使わない。か、筋肉100、超固まっててもうこれ以上動けないみたいな。その間っていうのが、ニュアンスっていうのが大事になってきて、そこが安定ですから、グレイゾーンのところがね、安定なので、難しいステップであれば、片足、軸足、オンポアントであれば、筋肉たくさん使わなきゃいけないかもしれないし、両足、少しパラレル気味のちっちゃいファーストポジション、ウォームアップ感じだったら、そんなにたくさん使わなくてもいいかもしれないし、このエリアをいっぱい動いてる筋肉がね、勝手に動いてくれてるっていうのが、しなやかに踊るためには大事になってくる。しなやかってもう勉強したね。言葉の意味はわかるでしょ。になってきております。中上級者になってきたら、正しい位置に崩す骨盤っていうのも理解してあげてください。足を高く上げるんであれば骨盤は動かなければいけません。なので、出番に足を上げるときであれば骨盤はタックになるし、上げてる足の方に動きます。アラセコンドだったら横に動くし、アラベスクだったら骨盤がダック、前傾のポジションになります。もちろん上げてる方の足が開きます。ただそこで傾けすぎちゃったりだとか、上げてる足の方ばっかり開いちゃうと、アラベゴンにしないで骨盤まっすぐ向けてなんていう風に注意されてしまいますよね。なので、ここは中級者の話以上だ。中級者でいいの？言葉。中級者、いいんだね。中上級者の人たちは、正しい位置にその振り付けによって崩すという方法、どっちに崩していいかと、どれは絶対ダメなのかっていうことの理解はするようにしておきましょう。ただ、ここの話は今日いたしません。なぜかというと、それは足を上げる話とかになってきてしまうので、今日の骨盤を安定させるにはならないから飛ばしますね。じゃあ、お家でやるエクササイズでは何をすればいいですか？エクササイズはね、エクササイズのクラスでやってほしいんですね。自分でやるっていうよりは。ただ、それでも、まあ、自分でやっても失敗しづらいエクササイズっていうのがいくつかあるので、それをご紹介しましょう。まず一つ目、四つん這い系ですね。なぜかって言ったら、四つん這いの時っていうのは骨盤が床から浮いています。そりゃそうだ。なので、上向きでのエクササイズとか下向きのエクササイズとかをすると、私が骨盤を安定させるじゃなくて、床が骨盤を安定できちゃうんですよ。だから、他のエクササイズのためだったらいいかもしれないけど、骨盤安定っていうテーマでエクササイズをするんであれば、床の上に寝っ転がる、どっち向きでも、は、床の助けを借りちゃうんで、あんまり役に立たないんです。残念ね。だから、骨盤が空中に浮いてるところで、自分で安定させる。だって床にいると固定になっちゃうからね、その一箇所にいなきゃいけないわけだからさ。自分の筋肉を使って自分の骨の塊を安定させるということができないといけないので、四つん這い系、プランクもそうだよね。骨盤が浮か 骨盤が床から浮いているという状態で行うエクササイズは、素晴らしい。ただ、プランクだと正しくできてるかって確認するのがちょっと難しくなってくるので、四つん這いだと、仙骨の上に、つまり骨盤の上にボールを置いたりだとか、ペットボトルを置いたりだとか、フォームローラーを置いたりだとか、
蓋がついてないカップに水を入れておくだとか。でも皆さんの方はほら暖かくなってきてるから濡れても大丈夫でしょ、うん、なんていうような形でエクササイズをすることで骨盤が正しい位置にいるかなっていうのを確認しやすくなりますね。ほら横に移動してもさ、上に乗ってるものはずれないし、ちょっと前にいたりちょっと後ろに行っても大丈夫でしょ。タックとかダックになったりすると上に乗ってるものがずれちゃうからね、わかると思います、うん、なので四つん這い系はすごくいいかな。その次にもしもうちょっと難しいエクササイズがしたいなと思ってる人がいたら、横向きのエクササイズもおすすめです。床の上に、うん、骨盤は乗っかってるんだけど横だから接地面がすごく少なくなってるので、そこで骨盤が前とか後ろとかに倒れないように確認するために横向きのエクササイズもおすすめです。ただそっちはすごく難しいので、横向きってエクササイズの中では結構難易度が高いものなんですね。床についてる部分が少ないのとバランス取るのがとても難しいので、うん、なので初心者だったら、アゲインさっき言ったようにこういう考え方の初心者だったら、私は四つん這いエクササイズをおすすめします。どんな四つん這いエクササイズがあるかって言ったら、本にもたくさん書いてあると思うけれども、手を外すだとか足を外すだとか重心移動をしてみるだとか、いろんなことができるよね。もちろんボリコンサークルの人たちは私と一緒にたっぷりやってるので分かると思いますので、そちらをやってみてください。四つん這いに慣れてるよという人であれば、横向きのエクササイズ系を入れていくっていうのも素晴らしい。ただ先ほどもお話ししたように、上向きのと下向きのは骨盤が床にサポートされちゃうので、他の例えばハムストリング鍛えるとかお尻鍛えるだとかお腹鍛えるだとかポーデブラの練習するとかであれば、上向き下向きすごくいいんだけど、骨盤の安定ってテーマではちょっとないので、うん、エクササイズをね選ぶときには気をつけましょう。たとえそれが同じ筋肉エリアをサポートしてたとしても、同じ筋肉エリアを見てたとしても、うん、エクササイズのゴールっていうのを私たちエクササイズ作る人たちで考えるので、その時は骨盤安定にはならないかなっていう感じ。その他に自分でできることとしては、全てのポジション1番から5番6番でも OK のプリエとグランプリエ、これは骨盤の安定にはとってもいいエクササイズです。これだったら自分でお家で壁でもいいし椅子でもいいし、バーがお家にあったらバーでもいいんだけども、自分で練習できますよね。プリエグランプリエ、重心が移動するし、体の下半身の筋肉をたくさん使う、動くで、足のポジション変わったら足の大腿骨の角度も変わってくる、これ2番ねこれ5番ね、今見えた大腿骨の角度も変わってきますよね。なのでプリエをねゆっくりしてって戻ってくるという時に、体は動いているし骨盤の位置も変わってるけれども、安定したままでできるかな。つまり骨盤とバーとの距離が近くなってしまったりとか、骨盤の前の三角形がずれてしまったりだとか、うん、が変わっていないかを確認する。グランプリはもっと難しいから気をつけてね。グランプリに対しての記事、なんで難しいかの説明っていうのも DLS の記事にあるので、サイト内の虫眼鏡マークでグランプリって調べるか、 Google 検索でグランプリ DLS って入れると多分出てきます。でそちらもチェックしてみてください。それと前と横の単純、これもすっごく大事。前と横の単純をしているときに骨盤が動かない。前と横の単純ができたらロンデジャンプもできるよね。なんで後ろの話をしてないか、デリエールの話をしてないかというと、デリエールの時は骨盤が動かなきゃいけないので、ちょっと話が難しくなっちゃうから、さっきのスライドでお話ししたどこに行っちゃった、こいつか、こっちの中上級者編の話になってしまうので今日は飛ばすね。ただみんなができるエクササイズということで、前と横の単純の時に、先ほどもお話ししたように骨盤がずれていないか、ずれていないか、安定してできているかっていうのをぜひ確認してみてください。前に単純しても横に単純しても、クォーターロンデをしても、骨盤がバーもしくは両手、壁でもいいんだけど椅子でもいいんだけどから変わってないか確認するのは自分でできますよね。 OK、 そう、うん、横からアンデダンのロンデジャンプもとっても大事だから、それだけでもたくさんできると思うし、もしくは1番でやる単純の取場っていうのか、これ立ち方本にも書いてあるけれども、1番両方の足にイコールにバランスが入っているところから片足重心に移動してまた戻ってくる、5番時はその移動がないだとかっていうのを混ぜ合わせることで、先ほどちょっとね途中でもお話ししたけど、骨盤動いていいんだよ。位置が変わっても場所が変わっても軸の上に乗っても片足から片足にトランスファーしても、ただそれを安定してできるかなっていうのを確認するにはすごく良くなると思いますので、ぜひやってみてください。
ということで、私のおすすめの骨盤の安定エクササイズ、こちらでした。そしたら多分みんな知ってるエクササイズばっかりだと思うので、自分でチャレンジできますよね。OK? あ、そうそう。忘れないうちに、ボリコンサークルに追加クラスができました。イエーイ。なので、いつもボリコンサークル、この、鬼活とボリコンサークルの内容を合わせてやってきて、本当だったらここで今日から申し込み始まりますって言うはずだったんだけど、いつもクラスの空きがないじゃない。で、今回もグループワンの空きはないんですよ。ないので、新しく作りました。6月から朝11時。日本時間朝11時なので、ゆっくり寝たい人、夜型の人は朝9時のグループワンだと、いや無理だって思って諦めた人もいるかもしれないので、ぜひね、朝11時から12時の時間、週に1回くらいは自分の体の面倒を見ようよということで、鬼の私と鬼活ではなくて、ボリコンサークルの方で、ボリーコンディショニングサークル活動の方でお会いできたらと思います。ということで、今日のテーマはですね、こちら。骨盤が安定しない時のヒント。で、ヒントとなるのは骨の塊と筋肉のことをちょっと勉強したけれども、固定と安定っていうのが違う意味だったよね。だから忘れないでね。頭の中のイメージは大事よっていうことをお話しして、元の位置に戻るっていうのが分かったのじゃできないよっていうことをお話しして、動いてもいいけどね。動いてもいいけど元の位置が分かんなきゃダメだよっていうことで、元の位置って何か、正しい位置って何かって言ったらプレイスメントが正しいってことだよ。ってことをお話しして、プレスモントを正しくするってどういうことかって言ったら、骨盤の前の三角形をチェックしてね。っていうことで、レッスンの中ではどういうふうにチェックするかと、自分でやるエクササイズでは何をするかっていうことをお話しいたしました。最後にね、こちら、おまけ、スライドを作っておきました。お腹とお尻。安定とか上達とかお尻周り、骨盤周りのことっていうと、時々ね、筋肉のサイズ、途中でもちょっと話したんだけど、だと思ってる人たちがいるので、安定とか上達とかお尻周り、お腹周りっていうのは細さとかラインの話じゃないです。骨の話ですから。骨が安定しているか、骨格がどこにあるか、足の軸足という骨の上に積み木のように並んでるかどうかが大事なわけであって、お尻の筋肉のサイズとか、お腹が出っ張ってるかどうかなんていうのは、全くもって関係ないです。サイズと、骨の位置っていうのは全くもっと違うし、上達とも違うし、テクニックとも違うので、そこはしっかりと頭に入れといてくださいね。筋肉は使っていいんですよ。当たり前だって言われそうだけど、筋肉は使っていいんです。あ、お尻使うとお尻大きくなっちゃうんじゃないのって心配する人がいたら、同じような心配、お腹でしますかと考えてみてください。なぜか知らないですけど、内ももはエクササイズすると、なんか太ももの間に隙間ができて、外ももはエクササイズすると太くなる。いやー、筋繊維の話で言うとだよ、一緒だよあいつら、とか、お尻はエクササイズすると大きくなる、だけどお腹はエクササイズすると細くなる、中に入る。いやー、そんなことはないんだけどな。筋肉で差別しないでください。いいですか？骨格筋っていうグループがあって、その骨格筋っていうグループの中にこいつはでかくなる、こいつはちっちゃくなるとかっていうのがあるわけではないです。勝手に作んないでください。はい。この勝手に作んないでくださいっていうのはあれですね、前回もありましたね、勝手にそういう言葉を、そういう筋肉作んないでくださいっていうのと同じように、勝手に自分の中でこの子は大きくなるとか、この子は小さくなるとか、このエクササイズすると細くなって、このエクササイズすると太るとか考えないでください。いいですか？それは差別だということに気がついてくださいね。筋肉の差別です。かわいそうに変な情報に流されないでくださいね。筋繊維の話で言ったら、筋肉の収縮方法だとか、どのような性質でできてるだとか、何のためにそれがあるのかとかって考えると答えは出てくるもんなんで。以上、今日の鬼活でした。骨盤周りのね、安定しない時の注意っていうこと、考えることっていうののヒントになっていれば嬉しいです。もちろん一人一人、例えばタックが得意な人とか、ダックが得意な人とか、あの逃げたい方法があります。だからそのことについて今日はね、この筋肉を使わなきゃいけませんよなんていうことはお話ししていません。それよりも大事なのは、安定と固定っていうのが違うってことと、自分で練習できるものたくさんあるよということを頭に入れといてください。では素敵な土曜日、日曜日をお過ごしくださいませ。そしてボリコンサークルで明日会う人たちはまた明日ね。で、6月からサークルメンバーに新しく入ってくる人たちがいらっしゃったら、怖くはないよとは、怖くはない、怖くはないが怖くはないと思うが、
できないエクササイズをやってる姿を見て私が画面越しで笑ってるというのはもしかしたらあるかもしれない、もしかしたらじゃなくて毎週あるかもしれない。なので楽しい私にとってとても楽しいサークル時間に、ね、入ってきていただける人がいたら嬉しいです。